奈キライ爆発事件は、1949年、新潟県西首紀郡群奈達町に漂着したライの爆発によって、多くの小中学生を含む63人が死亡した事件である。太平洋戦争終結から4年後の1949年3月30日、奈達町小泊の海岸に、国籍不明のライが漂着した。この日は、 風もなく海は穏やかで、大人たちは、漁と畑仕事に出かけ、代わりに、集落では春休み最中の元気に遊ぶ、子供たちの姿が見られた。ドラム館のような形状の赤黒い嫌いは、岸から300メートルほどの位置に浮遊しているところを午後4時頃に、出港した漁師に目撃されていたが、嫌いとは認識されぬまま、しばらく漂流を続けた。 波打ち材から7メートルのところにある二つ岩と呼ばれる岩場に迫ったところで物体に付属する突起や突起物などから嫌いではないかと恐れた住民が西区引地区所名立駐在所の巡査に通報した。駆けつけた巡査は元海軍軍人であった自らの知識から突起に触れると起爆する触覚嫌いであると判断。 町の東側境界にあたる鳥り毛首岬まで運び出すことを考え、同行してきた消防団長に消防団の救援を要請、近くにいた女性に嫌いを船に引かせるための縄の手配を依頼した。巡位は岩場の間際で波にかすかに動くだけとなった嫌いに近づくため、ズボンの裾をまくり替え中に歩み出したが、その時嫌いが大岩に接触。次の瞬間、 爆発した。この爆発により、巡査や見物人ら63人が死亡した。不幸にも、騒ぎを聞きつけた子供たちが、巡査の到着とともに集まり出し、避難誘導をするための時間も人でもないまま爆発を迎えたことが人的被害を増やした。死者のうち59人が未成年者だった。損壊家屋は103棟で、うち44棟が大破した。 被害は広範囲に及び、嫌雷の破片は300メートル離れた草流地脇の畑にまで飛んだものが確認されている。近代的な漁港として整備された、現在の海岸巡査より縄を持ってくるように頼まれた女性は海岸のすぐ目の前、20メートル先にある自宅に戻った。振り返ると巡査は嫌雷の方向をじっと見ていたが、少しして上着を脱ぎ、 左そして右のズボンの裾をまくった。女性は裏口から家に入ると目の前の声だめの口が開いていることに気づき一枚目の敷板を置きもう一枚に手をかけようとしたところでドカンと大きな音とともに裏のひさしが落ちてその下敷きになった。ようやく這い出して家の中を見るとあらゆる壁が吹き抜けその先の表通りでは 近所の女性が手でおぶっていた子供が向こうへ転げ落ちていた。反対の海の方を見ると、裏の風よけの板も一切なくなっていて、黒山のようにいるはずの子供たちはどこへ行ったのか、ただ海が広々と見えているだけであった。少し石垣の方へ出てみると、そこには多くの子供たちが血まみれになって倒れ、手や足が飛び散っていた。 もうみんな死んでしまったと思ったが、二人の子供がやんわり、起き出して、助けて助けてと叫び始めた。女性は、見物していた二人の息子たちが気になり、探し始めたが、自分の子かどうかは、もはや着物で見分けるしかなかった。探し回ると、近くで、男の子が、助けてと呼んだのでそちらを見るが、 一目で助からないとわかり、親と言葉にならない声を発して、ただ見守るだけであった。しばらくして11歳の息子を見つけた。近づいて抱きかかえてみたが、頭部の半分が失われていた。あまりもの出来事に涙を流すこともできぬまま、もう一人の子を探した。石垣の下に降りると、その14歳の子は立ったまま石垣に貼り付けになっていた。無傷で目は、 半分開いたまま、まだ暖かかったので、女性は長い間、体をさすり続けたが、やはり生き返ることはなかった。翌31日、海岸で合同火葬が行われた。親族によって次々と運ばれてきた棺は、並べ敷いた焚き木の上に置かれ、その上をあらで覆った。棺の前には、ろうそくがつけられ、線香の煙が立ち上った。 時が来ると、罠の上から重油が注がれ、火がつけられた。呆然とする親族の前で、メラメラと燃えながら、棺を包む炎は、夜まで耐えることはなかった。嫌いが爆発により消失したことや、警戒に当たった順位差が殉職したこともあり、事故の原因となった嫌いの蘇生は特定できなかった。太平洋戦争末期、新潟を含む日本各地には、 アメリカ軍の気が作戦と呼ばれる嫌雷封鎖によりドラム缶型のマーク25、36嫌雷多数が空中投下されておりアメリカ軍の嫌雷と推定する見方が多い。他方日本海軍が防御用に布設したまま爽海不能となっていた大深度係員式嫌雷が老朽化のため経流ケーブルが切断して浮上流出するようになっており 本件の嫌いもその一つとする見方がある。さらに、1949年には、ソビエト連邦制の係り意識嫌いが同様に、浮遊することが増え、急に本海軍のものよりも多くなりつつあった。作業用の縄を取りに行って、難を逃れた女性が後日残した、階層文には、色は赤黒く、形はドラム缶に似て、両端には、持つところがつき、中ほどには、 時計のメーターのようなものが突き出ていて、メーターの針が揺れているのが見られたとある。漂着の少し前に、洋上で目撃した漁師の証言では、直径1メートルくらいの硫酸ガメのような卵型。4箇所に持つところがあり黒光りしていたという。多くの子供たちが巻き込まれた事件の悲惨さと平和の尊さを次世代へ伝えるための取り組みとして、地元の小学校では、 語り部を招いた学習会が定期的に行われている。また、2010年、地元有志が被害者や遺族の証言を約2時間の映像にまとめた DVD を制作。2011年には、事件の日に合わせて、地元の演劇サークル、いろり座によって、事件を題材とした演劇、明日への伝言が上演された。ありがとうございます。